初めて巨人化した直後は記憶も飛び、すぐには動けない。連れ去られたんだ。誰に？なんで？ジャンとコニーだろう。ファルコほど重要な存在を放っとくわけがない。九つの巨人を放っておくわけが。ライダー！力が残ってないの？なぜか鎧が剥がれ、壁の破片をまともに受けてしまった。阻止できなかった。エレンに世界は滅ぼされる。の飛行船がある。ピークやマーレーを探して、そこまで逃げろ。早く知らせるんだ、マーレに。いや、世界に。知らせてどうなるの？どこに逃げるの？お父さんもお母さんもカリナおばさんもみんな死んじゃうんでしょ？そうだ。を殺して止めないと。無理だ。始祖の巨人は全ての巨人やユミルの民を意のままに操ることができる。もう誰にも止められない。俺たちはただ逃げることしかできない。ライナ。被害人類を皆殺しにするつもりとは思わなかった。奴らが消え去れば全ての遺恨も消え去る。俺たちの生存を脅かしてきた敵も全てぺしゃんこだ。まっさらな更地だけを残して、海の外の連中が一番恐れていたことが起きちまった。俺たちを悪魔だと決めつけて皆殺しにしようとしたばかりに。つまりこれは外の連中が招いた結果であって、俺たちにはどうすることもできなかった。そうだろう。でもこれは度が過ぎている。前代未聞の大虐殺だ。じゃあ止めるか、エレン。